ここが大尺店で結構広いんですよ。2軒もなんですかね。こっちとこっちにいらっしゃるとすいません。人見えない。なんかね、ガラスで反射してるような。あ、台座が見えますもんね。あれですね、この彫り物がすごいって言われてね。試着がなくなってるみたいですね。直接自分の手で受けてくださいって書いてありました。そうそうね、使い回しができないように。ご浸水です。大尺店の産湯ってこれが元だったんですよ。この辺りで生まれた赤ちゃん、女の子。